それでは今日もクールにやっていきましょう。あの有名なサスケをモチーフにしたコースだね。かなり昔の動画でも似たようなコースをやったよな。このコース、今回はちょっとベストタイムを狙ってみようかと思います。音符ブロックを華麗に飛び越えて、お次はトゲゾウを使って下に降りていくんだぜ。さてさて、今度はどんなギミックかな。音符ブロックを使って大ジャンプして、このツタまで飛び移っていけばいいんだね。音符を使った大ジャンプって見た目より結構難しいんだよね。2つ並んでるとどっちかに引っかかったりしちゃうこともあるしな。青ドクロを足場にして、またツタまで飛び移ってきたよ。今度はこの動くツタを使えばいいんだな。これはなんだか難しそうなのが来たね。横バインで弾かれちゃうのも、このちくわでスムーズに進めないのも結構なタイムロスになっちゃうね。普段なら別に構わないんだけど、今回はタイムアタックにも挑戦してるからな。で、なんかすごいことになってた壁キックも一発でクリアしていきます。ここからは地下エリアなんだな。んっと、このバネを使うのかな。ピヨヨヨヨーン、ここは今の方法でいいのかな。空中ヒップドロップバネジャンプで下から行った方が早いんだけど、ちょっと成功率が低いので普通の空中バネジャンにしておきました。グッドクラウンに乗った花ちゃんが当選簿しちゃってるよ。あ、これやばいかも。一方通行で簡単には戻れないし、花ちゃんに当たったらミスになっちゃうし、これは諦めろレイム。いい初見だし、できれば先の情報だけでも見ておきたいんだけどね。はい、無理ですよねー。今のは仕方ないね。はい、戻ってきましたよ。今度は、あの変な角度の壁キックで何回かミスってしまって、さっきよりタイムが遅くなってしまっています。花ちゃんエリアは無事に突破。次は何かな？蓋を天に召されていきます。雲の糸だな。無事に地上まで戻ってこられたね。お、そこに見えてるのはゴールじゃ、ありませんか？さて、タイムはどんな感じかな？壁キックで、ミスが結構出ちゃったのが痛いかもね。ドキドキの結果発表です。これは惜しいな。もう一回やり直してみます。それではノーカットでどうぞ。なんとか更新できました。実は撮影後に裏ルートも見つけてしまったんだけどな。マリオス？複数形？きっと、何人ものマリオがやられちゃうぞっていうことなんじゃないかな？おっと、いきなりブラックパックンに詰まってしまったな。うまくジャンプできませんでした。まずは一人目。二人目だな。ごめんなさい。3人目。今度は何秒持つかな。いいとこ10秒くらいなんじゃないか。まったく失礼しちゃうな。このままゴールまで行ってみせますよ。うおー、落ちる床なんかでやられてたまるかー。ダッシュダッシュダッシュキックアンドダッシュ、いつか決めるぜ稲妻シュートー。そん時私がスーパーヒーローさー。お前は買い物に行って財布を忘れるお姉さんくらいがちょうどいいんだぜ。それよりもこの動画だけされないかの方が心配だよ。その点は大丈夫だよ。ほら、このチャンネル視聴者様あんまりいないから。バチが当たったな。4人目、これで決められるかな。さっ
月も結構進めたし、今回は期待しても良さそうかもしれないな。なんなら、また私が景気づけに歌でも歌おうか？赤バンされたら困るから、頼むからやめてくれ。さて、ここまではノーミスで来られたかな？この先の上中下に分かれてるところ、できれば一番上で行きたいんだけどな。さっきやられたところ、今度は少しだけスターに余裕があるから落ち着いて取っていきます。炎にギザギザ、スター様様なんだぜ。それを言うならレイム様様でしょ？そうだな、お前がボケてくれるおかげで私もツッコミができる。感謝してるんだぜレイム。え、あ、うん。こちらこそありがとうマリサ、ヨウム。またマリサにバカにされると思ってたみたいで、レイムがかなりテンパってるね。いつもアホなことばかり言ってるけど、本当はレイムは友達思いないやつなんだぜ。あの、なんか調子が狂っちゃうので、いつものように接していただけないでしょうか。本当だ、テンパってて本来の真面目な部分が表に出てきてるね。いつもこんな調子だと実況するのは楽なんだけど、やっぱりつまらないよな。そうだよね、レイムがボケてマリサがそれに突っ込む。定番だけど、それが一番しっくりくるよね。そういうわけだから、これからもレイム、よろしく頼むんだぜ。あ、は、はい。こちらこそふつつかものですがよろしくお願いいたします。こりゃダメだ。では、今日はこの辺で終わります。次回は、あなたのコースにくるくるくる、くるくるくる